決定を受けて道は札幌市内に限り飲食店に対し酒の提供を午後7時半まで営業を午後8時までの時短要請をする見通しです一方で道から第三者認証を受けた店には酒の提供を30分長い午後8時まで営業時間を午後9時までとすることを検討しています。 会場ににななりまますす、と、どうしてても活活動が活発になってきます急激な早期の再拡大、まあ、これを回避していくためには、段階的にその措置、こういうものを緩和していく、そういったことも必要だと。道の新たな方針は、あすの対策本部会議で正式に決まります。